こんにちは、小林真央です。今日はポニョもスタジオに遊びに来てくれました。ポニョよろしくね。大ヒット上映中、宮崎駿監督最新作崖の上のポニョはどのようにして誕生したのか、その裏側を紹介していきたいと思います。ん？なになに？へえ、崖の上のポニョは誕生の裏に5人の天才が関わってたんだ。あなたは誰？みんなが大好きなトトロ、ナウシカ、千尋にキキ、大人気キャラクターたちにこの夏新しい仲間が増えました。ポニョ、ソウスケ好き。そう、現在公開中の崖の上のポニョ、実はみんな同じ場所で生まれているんです。それがスタジオジブリ。スタジオジブリって一体どんなところなの？ねえねえ、どうやってポニョが生まれたの？そこで今日はニュースゼロが皆さんをスタジオジブリにご案内します。案内してくれるのは5人の天才たち。ポニョに動く魔法をかけたのはこのメガネのおじさん。お家や海の景色を描いているおひげのおじさん。ポニョやソウスケに色を塗っているこちらの女性。この方はポニョに音をつけてくれました。ポニョ、いいなもらったのね。そしてみんなが大好きなこの曲を作ったこちらの男性。そんな5人の天才たちが崖の上のポニョができるまでを面白く、分かりやすく、楽しく教えてくれます。宮崎監督がやる作品に出会えてよかったっていうのを改めて今回そう思いますね。言葉で書くんじゃないんだよ、もう音符で全部書いてやるから。アニメーション、手書きの部分が一番大事な。そこには驚きと発見がいっぱい。この壺、一体何に使うの？なんと、ポニョのテーマ曲に90人のオーケストラ。もちろん、ポニョの生みの親、宮崎駿監督にもお話を聞くよ。さあ、スタジオジブリ社会科見学、そろそろ出発です。こちらが宮崎アニメができるまでの作業工程です。まず作品の内容を決める企画と脚本、そして絵コンテは宮崎監督自らが作るんです。スタジオジブリのアニメーションはまず宮崎監督が企画、脚本、絵コンテまでを作ります。こちらは宮崎監督が実際に描いた絵コンテ。絵コンテとはお話の内容をイラストにしたもので、いわば漫画のような状態。アニメーションの元になるとても大切なものなのです。続いては絵コンテを元にレイアウトという作業に移ります。レイアウトとは実際に映画になった時に画面のどこにキャラクターがいてどういう動きをするのか、背景はどんな絵で、それはカメラでどう撮るのかなどを決めるアニメーションの設計図なのです。そして次にこのレイアウトをもとに作画と背景に分かれて作業が進められていきます。作画とはこちらをご覧ください。ソウスケに動きをつけるための絵のことです。続いて背景もこの映像で説明しましょう。ご覧のように後ろの竹垣など動かない絵のことを言います。崖の上のポニョを作った5人の天才たち。1人目の天才は近藤克也さん。近藤さんはレイアウトと作画を担当。宮崎監督のイメージした通りの世界を忠実に素早く再現できる天才なんです。東京都小金井市。トトロやナウシカ、千尋などみんなが大好きなキャラクターたちはこのスタジオジブリから生まれました。玄関を入るとトトロがお出迎え。階段を上がると2階にスタッフの作業場があります。宮崎監督の机はこの部屋の一番日当たりのいい場所。そして
監督の隣に座っているのが近藤克也さんです。作画監督とはどんなお仕事なんでしょうか。最終的にまとまった線で形にするっていう作業までの仕事ですね。一体どういうことなんでしょうか。動かない絵をどうやって動かすの。それでは近藤さんのお仕事をよく観察してみましょう。これは宗助です。近藤さん、何度も紙をめくったり戻したり、何をしているんでしょうか。アニメーション、手書きの部分で一番大事なエフェクトで、実はアニメーションは簡単に言うとパラパラ漫画。絵の角度を少しずつ変えることによって絵が動いているように見えます。だから近藤さんは前後の絵を見比べて動きを確認していたんです。さらに観察してみると、黄色い紙が机の上に、何やら近藤さん暗号のようなものを書いていました。実はこの黄色い紙に近藤さんのお仕事の秘密が隠されていました。タイムシートと呼ばれるこの紙は1秒間に必要な絵の枚数が書かれています。シートは6つのブロックに分かれ、1つのブロックで1秒間を表しています。これ1枚で6秒間に必要な絵の枚数が書かれているんですね。そしてこのタイムシートは宮崎アニメにはなくてはならない大切なもの。近藤さんが率いる作画スタッフは総勢およそ100人。近藤さんのお仕事は絵コンテを全てのスタッフにきちんと伝えていくことです。僕の仕事の中で一番絵コンテが一番大事で、やるべきことがそこに満載してますからね。それを漏らさないで最後までそのエッセンスを保ちながら画面に構築している。絵コンテには宮崎監督が表現したいポニョの世界がたっぷり詰まっています。100人全てのスタッフが絵コンテを同じように理解して作業をしないと思い通りの作品にはなりません。それを伝える手段がこのタイムシート。近藤さんはこのタイムシートを書く名人だったのです。ではこの暗号のようなタイムシートには一体何が書かれているのか、近藤さんに教えてもらいましょう。宮崎さんが絵コンテを切りまして、カット199ならばこの3枚の絵で表してます。宗助が木の向こう側からインしてきて、垣根をこうくぐって走ってアウトする、この一連の行動がカット199。秒数はここでもう大体4秒、この4秒内でこの動きを描いていく。では実際にカット199を見てみましょう。そしてこちらがカット199のタイムシート。このシーンは4秒間でした。ですから4つのブロックにこのシーンに必要な絵の枚数が書かれているんです。枚数は数字と点で表します。この場合1秒間に8枚の絵が必要だということを意味します。数字は原画と呼ばれ、動きの核となる絵のこと。点は動画と呼ばれ、原画と原画をつなぐ絵のことです。実際カット199の1秒間で説明しましょう。タイムシートでは4番から8番まで5枚の原画が書かれています。5枚の原画を並べてみると、ここで驚きの発見がありました。5番の原画はしゃがみ込んだ宗助の T シャツがめくれ始めています。6番の原画では背中が見えています。次に5番と6番の間に点で描かれた動画を見てみると、その間をつなぐ絵が描かれています。
宗介が竹垣をくぐる瞬間、時間はたったの1秒間、作画枚数は12枚。映像を見ると確かに12枚ですよね。宮崎監督の細やかな演出、それを理解してチームに伝える司令塔の近藤さん、さらにその指示を守って忠実に実行していく作画スタッフの皆さん、多くの人がポニョの世界を作り出していたんです。まず宮崎さんの種があって、みんなが寄ってたかって肉付けして、で一つのこう身を作るみたいな。5月10日はい、はいはいはい、所上司さんやっております。今休憩中、はい、断りです。近藤さんの2年間がこの日終了しました。崖の上のポニョ、作画枚数は実に17万トンで563枚。僕ができることはもう全面的にお手伝いしたいと思うし、とりあえず求められるうちは、まあ、宮崎さん の一番近いアシスタントでいいかなと。崖の上のポニョを作った5人の天才たち、2人目の天才は背景を統括する美術監督吉田昇さんです。背景とはゼロのスタジオを使って説明しますと、こちらのセットの部分です。このセットの前でポニョが動くというわけです。実は吉田さんは今回崖の上のポニョで初めて一人で長編アニメの美術監督を担当、宮崎監督が大抜擢したんです。果たしてその理由とは。宮崎監督と近藤さんの隣の席に座っているのが美術監督の吉田昇さん、この道20年のベテランです。美術監督とは宮崎監督の描くイメージからどんな背景にするのかを決定、総勢16名の美術スタッフの指揮を取る責任者です。カット199で言うと、動いている主人公宗介以外の竹垣や地面などを描いているのが吉田さんなんです。おや、吉田さんの席に宮崎監督が座っていますよ。緩んだ精神に活動。どうやら吉田さんのいない間にいたずらしているようですね。やかないよね、一瞬ね。わかんない。温厚で物静かな性格の吉田さんは休憩中の宮崎監督にとって格好の遊び相手なんです。吉田さん気づくかな。今回のサイドがないや、絵の具がこぼれてるみたいでしょ、うん、ちょっとびっくりしました。炎の背景はどうやって描いてるの。それでは吉田さんのお仕事をよく観察してみましょう。おや、雲を描いていますね。このように背景とはアニメーションの動かない部分の絵のことです。ところが、もっと暗い方がいいですね。しまった。残念ながらやり直し。さらに別の日、エンディング用の海の絵がやっと完成。よし完璧と思ったら、またまたやり直し。吉田さん、すっかり落ち込んじゃいました。そうそう簡単にはOKも出ないし、ね、それはいっぱい悩みましたけども、ね、これまで宮崎アニメの背景といえばこの森焼き、見覚えありますよね。そう、トトロの森の世界観を生んだ小賀和夫さんがいます。小賀さんは細かく美しい風景を描いてきた背景の第一人者。小賀さんから学ぶことっていうのはもう、まあ、何でも学びきれないぐらいいっぱいある
ので、実は吉田さん、長編映画の美術監督を一人で務めるのは今回が初めてなんです。宮崎監督の大抜擢でした。今嬉しかったですよね。それで同時にそのこうできるのかっていう、まあ不安というかそういうのもありましたけども、なぜ宮崎監督は吉田さんを選んだのでしょうか。宮崎監督にこっそり聞きました。今回美術監督を任された吉田さん、宮崎監督どうして大抜擢したんですか。吉田さんの最高傑作ってのは千と千尋の鬼の間のとこの襖の絵ですね。ハクしっかり。2001年公開の千と千尋の神隠し、映画の中で吉田さんが担当したのがこちらの鬼の間の背景。宮崎監督もびっくり、大胆で個性的な襖を描いたんです。あれは洋画ではないし、でも洋画風な画面の中に見事に日本画的なものを突っ込んじゃってね。でも日本画かって言うとそうでもなくて、何かあったら吉田風なんですよね。あれは本当に全部僕は助かりやったのがいいですね。千と千尋から3年、そんな吉田さんが背景を手掛けたテレビ CM がこちら。とっても懐かしくてとってもあったかい風景。お家で食べよう。宮崎監督は吉田さんのある部分に注目していたのです。それが曲線を生かした柔らかい世界観。ポニョを守ってあげるって約束したの。実は今回の映画には魔法が登場。宮崎監督は何が起きても不思議ではない世界観を目指していました。いざいざ。そのためには他の誰でもない吉田さんの曲線を生かした絵が必要だったのです。ところが過去の宮崎アニメの緻密な背景と自分の作風の違いに悩んだといいます。そんな吉田さんを救ってくれたのは監督の何気ない一言。落書きのようにこう描いたような気分っていうのもあっていいんじゃないかみたいなこともあったんですけども、宮崎監督のアドバイスで吉田さんは気持ちが吹っ切れ、得意の曲線に徹底してこだわることにしたのです。こちらは主人公宗介の家の背景。そこにはまっすぐな直線は一切なく、全てが曲線で描かれていました。手書きの温かさにこだわった吉田さんならではの曲線が崖の上のポニョの世界観を生んだのです。隣のトトロのメイとサツキの家と比べるとその違いは一目瞭然。そもそも吉田さんの描いた曲線という発想はどこから来たのでしょうか。パッとこう街歩いてて見た時に、決して道もまっすぐじゃないし、肉眼で見た場合に電柱なんかも全てが垂直に立ってるわけじゃなくてっていうような、こう歩きながら見てる風景を見て感じてる部分をこう画面にこう出したいっていう。その後吉田風の世界観が宮崎監督をうならせていくのです。うまいじゃないですか、入ってさらに吉田さんは映画の不思議な世界を作り出すためにある道具を取り入れました。それはクレヨン。普通背景には絵の具やポスターカラーなどを使いますが、なんと吉田さんはクレヨンを使い大雑把で温かい世界観を生み出すことに成功したのです。こちらがクレヨンを使って完成させた吉田風の背景です。とっても温かいですよね。緻密な画面ではなくて、クレヨンをこう引っ張るともうその分だけ手が動いて描いたっていうのがその画面に出ますから。さらに吉田さんはこんなことにも挑戦したのです。こちらは嵐の日の宗介の家。よく見てください。家が傾いているのが分かりますよね。風が強いことを表現しているんです。
そして5月10日終わりました。終わった。制作開始からおよそ2年1139枚全ての背景が完成しました。お疲れ様でした。こういうふうなこう楽しい画面っていうのがアニメーションでこう作れるんだっていう違う面をこう非常にこう体験した感じです。崖の上のポニョを作った5人の天才たち。3人目の天才はこちら、仕上げ担当の安田道代さん。仕上げとはキャラクターの肌や洋服はもちろん、背景以外の動くもの全ての色をつける工程のことを指し、全ての色を決めているのも彼女なんです。今年業界歴50年になる安田さんが今回の映画で常識を打ち破るあることに挑みました。映画公開まで2ヶ月に迫った今年5月。ジン、大丈夫？大丈夫。私は帰る。もうこれで終わりにして、絶好の体調でいかないと。まあ、色彩設計の安田道代さん。じゃあお願いします。僕の背中の硬さはね、あの日本でコンクールがあったら本当に争えるね。でも少し毎週やれば少しはなる。なんない次の一日仕事がはかどる。一日でもはかどれば大したもんだ。2人はコンビを組んで40年以上、大の仲良しなんです。34年前に放送されたアルプスの少女ハイジ、この名作も一緒に作りました。怯えていただけなんだよね。安田さんは風の谷のナウシカや天空の城ラピュタなど宮崎アニメに登場したキャラクターの肌の色や衣装の色を全て決めてきたのです。ポニョの色はどうやって決めてるの？それでは安田さんのお仕事をよく観察してみましょう。これはソウスケの帽子に色を塗っているところですね。安田さんはコンピューターを使って動くキャラクターの色を決めるのがお仕事。でもただ色をつけるわけじゃないんです。そこには大ベテラン安田さんならではのすごい技がありました。あなたは誰？そのこだわりを隣のトトロで検証するとこちらは青空の下、5歳のメイがどんぐりを拾っているシーン。そしてトトロの森でメイとトトロが出会うシーン。メイの洋服にご注目。背景によって同じ洋服でも色を変えているんです。背景とのバランスはいつも考える。と地味な時だったらね、赤もほんのちょっとの赤入れただけで赤に見える。ものすごく鮮やかだったらちょっと濁った赤をその上にポンと乗せれば赤に見えなくて黒ずんだ赤になってしまう。 そこら辺がすごく気をつける。安田さんのこうした心遣いが宮崎アニメならではの優しい色使いになっていたんですね。安田さんを密着して1ヶ月。業界歴50年の大ベテランが今回新たな挑戦をしているのだと私たちに教えてくれました。バケツの中で泳ぐポニョに注目してください。これが新たなる挑戦？一体どういうことなんでしょうか？お邪魔着地！こちらは隣のトトロでメイが水の中のお玉着地を捕まえようとしているシーンです。手を水の中に入れた瞬間、指先の色が変わりましたよね。これは手が水の中に入ったことを表現しているんです。水の中では色をくすませるのがアニメーションの常識。ところが崖の上のポニョでは、ポニョのピンクの部分に注目してください。水中も外の色も同じピンク。一体なぜ？今回のポニョに関しては
ポニョを沈んだ色にしたらやっぱりポニョじゃなくなってしまうから、いつもポニョはポニョなんですよね。安田さんはポニョの可愛らしさを損なわないように水中では色を変えるというアニメ界の常識を覆したのです。嘘に見えちゃいけない、嘘でも嘘だらけなんだけど、見てる側がそんな水中そんなじゃないよって思っちゃいけない、やっぱり水中は水中と思えるかどうか。宮崎監督がやる作品に出会えてよかったっていうのすごく思うけど、改めて今回そう思いますね。さてここからは崖の上のポニョの音に関わる天才職人たちです。崖の上のポニョを作った5人の天才たち、4人目の天才は宮崎監督から音の魔術師と呼ばれる音響の井上修司さん。音の全てを統括する総責任者が井上さんなんです。ちなみにこちらの壺一体何だと思いますか？実は今回井上さんのこだわりから崖の上のポニョになくてはならないアイテムとなりました。崖の上のポニョ公開3ヶ月前、アフレコの収録現場にお邪魔しました。崖の上のポニョの声優陣は豪華キャスト。はい、じゃあぼちぼち、はい、ポニョいい名をもらったのね。この日のアフレコはポニョのお母さんグランマンマーレ役の天海祐希さん、満ちていてまるでデボン期の海に戻ったよ。そして音響を担当するのが井上修司さんです。はい、それでいいですよ。ちょっと井上さんの特集をやってますので、日本テレビで音の魔術師とか音の魔術師。井上さんは宮崎監督から大きな信頼を得ているんです。井上さんのお仕事って何？それでは井上さんのお仕事をよく観察してみましょう。あれ、井上さんが赤ちゃんを抱っこしてますね。一体何をしてるんでしょうか？音響とはセリフや足音などの効果音、雨などの環境音、さらに BGM など映画に必要な音すべてを表します。井上さんはこれらの音をバランスよくまとめる音響の天才なんです。実はこの日は赤ちゃんが泣くシーンの収録をしていたんですね。普通アニメの場合、赤ちゃんの声は効果音の CD を使うことが多いんですが、井上さんはあえて一から収録。宮崎さんの作品は20年前のやつも何回も何回もテレビとか出ますよね。今後ポニョもね、10年後も誰か見る人もいるかもしれませんよね。そうなるとまあいいかこれでとはいう分では作れなくなりますよね。収録は3時間かけてようやく終了しました。すぐさま映像に合わせて赤ちゃんの声の使いどころを選んでいきます。その辺大丈夫。そして宮崎監督がチェック。どうですか監督？参ったなこれ。英雄だねこりゃ。すごい。まあ、俺の怪しかった。どうも。いい、お疲れ様です。宮崎監督も大満足。この日はアフレコの音を整える作業。ここで大きな問題が。リサ。ソウスケ。ポニョ。リサ。ソウスケ。井上さんの手が止まりました。リサ。ソウスケ。リサ。ソウスケ。リサ。ソウスケ。ポニョ。何か納得のいかない様子。水の中は難しいんですよね。というのは誰も聞いてないでしょ。リサ。井上さんは
水の中で会話する時の声の響きに悩んでいたのです。妥協を許さない、リアルな音にこだわり続けてきた井上さんならではの悩み。井上さん、ついに動きました。用意したのは、壺？壺は必要ないんですけどね、あの響きですよね。壺の中で響く音。壺の中にマイクを入れ、上からアフレコの声を流すことで反響を利用し、水の中の会話を表現しようとしたのです。ポニョ、リサ、ソウスケ、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 ポニョ、やっぱりまんまだ、まあまあ、そのまんまですね、まんま、ポニョ、まだ納得のいかない様子。今度は新聞紙と水を持ち込みました。一体どうするのでしょうか。おや、濡れた新聞紙を壺の内側に貼り付け始めましたよ。こうして程よく響きを抑えるというのですが、リサ、ソウスケ、ポニョ、リサ、ソウスケ、ポニョ、リサ、ソウスケ、ポニョ。実際に違いを比べてみると、リサ、ソウスケ、ポニョ、リサ、ソウスケ、ポニョ、リサ、ソウスケ、ポニョ。違いが分かりましたか。さあ、宮崎監督のチェックです。果たして、リサ、ソウスケ、ポニョ。見事、壺に新聞紙の音が採用されました。映画そのものは手書きタッチの部分でアニメーションを作ってますので、宮田さんは超アナログ人間じゃないですかね。アナログ大好きで、データの部分を全部やめてアナログ的な全部取り方をしたかったんですけど、やっぱり今の時代データの機材がいっぱいありますんで、使えるものであればアナログのものを使ってですね、その作品の中に作り込んでいきたいというのがあったためですね。崖の上のポニョ、作業は大詰め。5人目の天才はこの方、作曲家の久石譲さん。宮崎監督が手掛ける全ての長編映画作品に参加しています。例えばポニョ、この曲わかるかな。うん、そうそう、天空の城ラピュタ。じゃあ次の曲は、隣のトトロだよね。ゼロはそんな久石さんの作曲とレコーディング風景に密着。そこには宮崎監督作品への熱い思いがありました。ここは久石さんの仕事場です。無人カメラならとテレビ初の撮影を許可してくれました。構想2年、ここから崖の上のポニョの楽曲39曲すべてが生まれたのです。ポニョの音楽はどうやって作ってるの。それでは久石さんのお仕事をよく観察してみましょう。おはようございます。おはようございます。この日はポニョの音楽のレコーディング、宮崎監督も到着しました。演奏するのは日本屈指の新日本フィルハーモニー交響楽団、宮崎アニメとしては過去最高となるおよそ90人のフルオーケストラです。ステージには収録用に数えきれないほどのマイクを設置。本番直前の会場に音響の井上さんが到着。さらに美術監督の吉田さんの姿も。実は音楽好きの彼を宮崎監督が誘ったんです。いよいよ本番、
久石さんがステージへ。久石さん、モニターで映像を見ながら指揮をしています。ん？モニターに注目してください。何やら印が出てますよ。実はこれ、シーンに合わせて曲調を変えるタイミングを知らせる印で、6秒前から表示されるんです。もう一度、宗介が竹垣をくぐるカット199を音楽に合わせて見てみましょう。実際の映像を見てみると、宗介の気持ちの変化に合わせ見事楽曲で表現されています。宮崎作品を乗り越えるためには本当に勉強してないと、4年に一遍じゃないですか、ほぼ公開が。その4年間ちゃんと勉強してきたぞと、その時その時の命がけで最大限出した。ナウシカ以来25年間で作った楽曲、実に205曲。そんな久石さんに宮崎監督から素敵なプレゼントが贈られました。それはこの夏武道館で行うコンサートのチラシ、久石さんとキャラクターたちのイラスト、すべて宮崎監督の手書きなんです。いや、恐れ多いなと思いました。なんかね、この忙しい中にね、あんなすごいのを書いていただいて、いや、もう家宝ですよね。久石さんにとって宮崎アニメとは一体どんな存在なんでしょうか。僕の人生そのものですよね、うん、これは本当の幸運な出会いで、この生理的なテンポだとかいろんなものが合うんですね。こういう作家というか監督に出会えるってことはないんですよ。まずね、自分にとって最大の喜びですよね。完成を間近に控えたこの日、宮崎監督はエンドクレジットを書いていました。これには監督のスタッフへの感謝の気持ちが込められているんです。今回私たちは崖の上のポニョを作った5人の天才たちが働くスタジオジブリを社会科見学しました。しかし映画は5人だけではできません。映画完成が近づく中、宮崎監督が一人あることに取り組んでいる姿がありました。それは映画のエンドクレジット。映画に関わったスタッフ総勢420名分の名前の横に、宮崎監督自ら手書きのイラストを添えていました。配慮順のクレジットタイトルってそうないよね。どうもご苦労様でした。完成試写を終えた宮崎監督が最後に一言。100分分しかないんですよ、2年間が、うん、映画ってそういうもんですね。女の子